女子フライ級の一戦です。この階級の頂点はカナです。そこに大きく近づくのはどちらか。赤コーナーが佐保、そしてこちら落ち着いた冷静な表情、流血のマドンナ鈴木マリアです。さあ両者リング中央、まずは佐藤さん、はい、これこの頂点のカナにどちらが近づくかという戦いになってきそうですね。そうですよね。これもう内容とか勝敗以下ではね、このままタイトルマッチにも結びつく一戦だと思いますからね。はい、もうこの佐保選手を僕去年初めて見たんですけども、本当にパワフルで、もう重戦車でずっと攻撃打ってるんですよね。もう運動量もすごいし、本当楽しみですね。まあ、あとはこの眼差しから見ても分かるように気持ちも本当に強い選手ですね、はい、でまた鈴木マリア、鈴木マリアも気持ち強いですからね、はい、骨太いし。キャッチコピー、流血のマドンナ、流血も帰り見ないという、お互いハート強いんで鈴木です。赤のグローブが佐保、青のグローブが鈴木、まず強いパンチを打ち込んでいきます。ジャブをお互いに出し合って距離の確認、左のフックから右のストレート、さらにはまた左のフックまでつなげていきました。佐保、青のグローブは鈴木、 K1 グループでは2戦2勝です。古畑さん、はい、女子の戦いってどういうところを注目されますか。いろんな思いがこうあるので、やっぱ見入っちゃうっていうのはありますね。なんかこっちが緊張します、すごい、はい、ドキ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 しちゃいます、はい、それもお互いにこの気持ちの強さって表情からも分かりますよね。古畑さん、ね、もうやっぱ佐保さんの あの目力、はい、絶対やってやるぞみたいなのがやっぱ伝わってきますよね、はい、まあ、格闘技やってる理由が勝つためっていう、このシンプルな回答もまたその気持ちの強さっていうのがよく分かります、はい、次のストレート、赤のグローブは佐保、まあ、前回はクラッシュリングオブビーナスでメインを務めました佐保。3ラウンドを圧倒しての判定勝ちでしたが、倒せなかったのが本当に悔しいと反省するばかりでした。14勝して1つの KO 勝ちがあるのが赤のグローブの佐保です。鈴木マリアは16戦11勝3つの KO 勝ちがあります。バックボーンは公式空手、左のフックから右のローキック、果敢に手を出していきます佐保。鈴木も今回は環境を大きく変えて臨む一戦です。もともと愛知でしたが上京して今年からクロスポイント吉祥寺に移籍、現在は28歳の鈴木、自分も年齢が年齢なので、これ最後のチャンスにかけていきたいという鈴木です。古畑さん、そういうバックボーンをまた聞くと、はい、いやなんかちょっとうるっときちゃいますよ ね、 そうですよね。同じ女性としてこうやって戦ってる姿を見ると、はいはい、かっこいいなって思いますね。近距離で右をねじ込んでいきました鈴木、打ち合い上等、なんだら打ち合っていきたいという鈴木、佐藤さん、佐保は器用で本当何でもできる選手ですよね。そうですね、キックもパンチも両方できますんで、はい、で蹴りでもパンチでもどっちも打ち合いができる選手ですよね、はい、どうまだお互い仕掛けてはいないので、はい、あの探り合ってる状態で、右一つ当て込んでいきました佐保。あ、でもヒットも多くなってきましたよ、はい、おすごい音が鳴ります。右のストレート、ゴツゴツとした戦い、いい距離打ってる K1 女子フライ級、今一瞬視線を合わせたか。第1ラウンドが終了しています。古畑さん、はい、互いの気持ち十分に出てますね。そうですね、でも鈴木さん結構本当に積極的にこうどん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 前に行ってる感じが、はい、やっぱあるなっていうふうに思いましたね、はい、まあ、普段そして2人ともすごく美しい見た目なんですが、ですね、リンクに上がると全く違った姿になります、ね、それはそれでやっぱかっこいいですよね、たくましくてかっこいい女子2人の戦い、佐古対鈴木マリア。
佐藤さん、これ2ラウンド目以降まだ1ラウンドどちらもという感じでしょうか、どうでしょう。でも終盤は結構パンチの交錯がいい、お互いいい距離で打ち合ってたんで、はい、あれがヒットすればバランス崩れたりすると思いますんで、次のラウンドはそれを期待したいですね。タイミングがお互いに合ってきたということですか。合ってますね。どっちが当たるかわからないタイミングでしたね。はい、はい、さあ第2ラウンド以降さらに激しくなるかこの戦い。表情一つ変えません。息も全く上がっていません、この鈴木。相手を冷静に見つめるこの瞳。さあ第2ラウンドが始まりました。いや古畑さん、はい、お互い全く息上がってませんね。いや本当そうですね。もうお互い冷静な感じで、これからどんな風になっていくのかちょっとわからないっていうのもありますよね。そうですよね。余力を残している限りどこでパンチが爆発するか、うん、サフォー前蹴り掴んで、ここは一旦ブレイクです。さあすでに30秒が経過しています。青のグローブ鈴木はもともとはキックボクシング、そして MMA の二刀流でキャリアを重ねる時期もありました。このジャブからストレート、互いに2016年プロデビューです。23歳佐保、28歳鈴木。触るだけでもいい、前手で触るだけでもいいというセコンドの声。そうですね、そこに触れば他の攻撃が全部当たるんで、はい、例えばジャブが相手のグローブ当てられるとするじゃないですか、はい、そしたらその距離ならローとか当たるんですよね。まあ、ジャブを顔面にヒットさせなくてもいいということですよね。そうですそうです、はい、捨てジャブみたいなの打ってていいんですよ、はい、全くの空振りは意味ないですけど、ガードぐらい当てるぐらいはね、距離測るには十分有効な技です。あんま省エネしすぎるとそういうパンチ打たないから、はい、そうするとだんだん相手が慣れてきちゃったりするんですよね。あで、こういう戦いってもうギリギリのとこなんですけど、ちょっとした遊び心みたいなのが必要になってくる。はい、とにかく相手に触っておくというのが大切になるわけですね、はい、古畑さん深いですね。深いですね、この遊び心っていうのがそれほどみたいで、それが見えない攻撃につながるんで、そうするとより効かせられる。おパンチまとめていく、すごい、サフの連打、画面を捉える、いいですよ。鈴木が少し下がりました。今クリーンヒットしてますよ、はい、すごい。さあ詰めるか、サフ少し距離を取ります。鈴木はパンチをもらいました。サホが一つ山場を作りました。ポイントを取るという意味でもそういう仕掛けをいくつか入れていくのは佐藤さん大事なことですか。そうなんですよね。ダメ、純粋なダメージだけよりもやっぱりこうジャッジへの印象とか、はい、そういうのもありますんで。アイエリ、これはダウンではありません、はい、さあ第2ラウンドは残り20秒です。オーバーハンドの右、今度は鈴木か。鈴木も返していく。お右のクロス、いや負けてない佐保。前蹴り、さらに左のフックから右のストレート、左右の鶴瓶打ち。さあ打ち合い、激しい打ち合いとなってきた。第2ラウンド終了です。両国国技館第2ラウンドが終了しています。いや激しい打ち合いが佐藤さん、ね、第2ラウンドに入って見られました。若干その佐保のインサイドワークが若干だけ上回ったかなって感じです。ポイントというところではどうでしょうか。まあ、めちゃくちゃ細かくつければ佐保がギリギリ取ってるかな、はい、でも顎を上げられたと思うんですけど鈴木選手も、はい、実はただ顎が上がるパンチって実際ダメージないあんまりない場合もあって、はい、もう見栄えの問題ですよね。まあ、それこそローキックのクリーンヒット一発とかダメージある場合も、まあ、往々にしてある。でもそうやって顎を上げさせるのも技術ですからね。まあ、私たちが見ている武器は跳ね上がっている方がこうダメージあるのかなっていう風に見えますけれども、意外とそうでもないんですよ。顎が上がってる分あれの逃してるのかもしれないですね、ダメージを。さあ最終ラウンドです。古畑さん、はい、最終ラウンドに来てもお互い息上がってません。本当にどっちも譲らないぞっていうのが見えますよね。
互いにまだ手が十分出る、うん、サホがラッシュするときって結構左右のフックが多いんで、はい、鈴木がこの真ん中からショートの左ストレート右ストレート打ってったら面白いと思うんですけどね。外からのパンチには内からそうですね、やればカウンターが当たる、サホは打ち始めると左右のフックが多くなるんですよ、はい、確かに青コーナーのセコンドからまっすぐのパンチっていう声今飛んでます、うん、さあその真ん中が空いている、真ん中、その真ん中に打っていけるか、いや右のストレートは佐保、佐保の強打、古畑さんすごいパンチ音ですね。早いですよね、早いですね、パンチとか本当に、おちょっと上回ってきたから佐保、蹴りもある佐保、ガードを少し下げて余裕が生まれてきたか、あっと右のハイキック、さらに左フック、右のストレート、今日は倒して勝ちたいと話したのは佐保、それは鈴木も同じです、自分らしさを出して打ち合いたいと話しました、互いの気持ちと気持ち、意地とプライドがぶつかります。鈴木は上京してまで格闘技に打ち込んできた意味を、佐保はさらに上に行きたい、勝てば2連勝、右のストレート返しました鈴木、ただ佐保も右のストレート、お互いに譲りません。佐藤さん、ここから大事ですね、はい、ここからそうですね、まだ鈴木も全然まだここから逆転は十分できる、はい、まだパンチ力も残していますよね、はい、まだ目は死んでないですね、はい、またたし前に出ていきます。ただ佐保はちょっとうまさも見せてきましたよ、はい、冷静に左のジャブ、前蹴りも打ってるし、はい、前蹴りここも続けます、そしてロー右ストレートは空振りです。相手が出たくてもね、タイミングよく前蹴り合わせれたらもう出られないですからね、ワンツーガードの真ん中、左前手で、ね、右ストレートから左フック、これはちょっと効いたか、鈴木が下がる、佐保が出る、倒せる、女子軽量級、私も体現していきたいと、残り20秒です。鈴木のこの眼差し、この表情、残り10秒です。さあ打ち合うか、互いに手を出したい、そこは明確なポイントを取りに行く、鈴木も負けん気でパンチを返す、ここで第3ラウンド終了です。判定に参ります。佐藤さん、最後は互いに手を出してという終わり方、そうですね、そうですね、まあ、でも若干押してたのは佐藤ですね、そのうまさを途中から見せ始めたという話がありましたね、はい、さあこの後判定です。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ水谷30対29、赤佐保、赤佐保です。ジャッジ箱崎30対28、2ポイント差、赤佐保、赤佐保、ジャッジ島村30対28、赤佐保、以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナー、佐保30対29が1人、残り2人が30対28、佐保に軍配が上がりました。佐藤さん、改めてこれ勝敗のポイントを教えてくださいますか。もう3分3ラウンド、佐保の運動量は全く落ちることがなかったっていうことですかね。もう表情も変わらず、まあ、はい、きついとは思うんだけど、そのきつさを全く出してない、その佐保の精神力の強さが、はいはい、すごいなと思いました。そして涙でリングを後にしていくのは鈴木。まあ、前回は倒せなかったのが悔しかったと話した、まあ、今回も判定ではありましたが、本当にその運動量、パンチの連打、テクニック、いろんなものを見せてということになりました。改めて古畑さん、はい、女子の熱い戦いどうでしたか。いや本当ですね、やっぱ鈴木さん負けちゃいましたけど、いや、はい、すごい耐えてるなっていうのはありましたよね、はい、だからもう次の試合も楽しみに見たいなっていうのはありますね。でも2人とも本当にかっこよかったです。そうですね、熱かったですね、まあ、それを全身から感じる戦いとなりました、はい、そしてこの階級の頂点は
カナです。今日は防衛戦を控えています。そこに挑戦していくとなると、これからまた佐藤さん、楽しみなことが増えていきます。そうですね、面白そうですよ、これはスタイル的にも噛み合うと思いますよ、カナ選手と。ぜひチャンピオンと見たいですね、どんな試合になるでしょうね。互いに前に出会うというのは なんとなくこう想像はできるんですが。そうですね、はい、佐保この試合に勝って2連勝ということになりました。他団体でも様々なベルトを巻いてきた、今目指すは K1 のベルト、女子フライ級のベルトです。圧巻の勝利を挙げています。3対0で勝利は佐保。